時間になりましたからね、14時1分になりました、ジャカルタコミュニケーションクラブのディスカッションテーブル、今日も元気に日本語とインドネシア語で話していきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は皆さん、夢の家電製品というのは家庭電気、家電というのは家庭電気です。家庭の中の電気製品、うちで掃除をするためとか料理をするためとかね、そういう電気製品ですね、うん、これを家電製品と言いますが、まあインドネシア語だとバランエレクトリックインピアン、ディルマかな、うん、なんかね、まあでディルマじゃなくてもいい、会社のためでもいいです。とにかく今はない、今はないですが、絶対欲しいと思うバランエレクトロニック、今絶対今ないけど絶対欲しいなと思う電化製品、家電製品ですね、は何かというお話を今日はしていきたいと思います。まずはじめに皆さん、今あなたが一番大切な家電製品は何ですか？一番大切な家電製品、手を挙げて言ってください。はい、何ですか？誰ですか？支配どうぞ。リノ、新しいパソコンとボーイングレンズです、はい。今持ってるのね、スダプニャね。まだです。まだです。スダプニャ。スダプニャ。今持っているもの。今持っているもので、一番大切な家電製品。一番大切なバランエレクトロニックインピアニア。スダプニャ。アルディさん、フォージャンさん。どうぞ、アルディさん、どうぞ、アルディ。パソコンと、タブレット一つ。いやパソコンです。パソコン、仕事のため、仕事のためね。ファウジャンさん、あ、iPod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 、iPhone ね、これね、スマホですね、スマホですね、 iPod ですね、iPod ですね、はい、OK、もう10年、もう10年以上、はい、もう10年以上持っています。もう10年以上使っています。あ、それはね、愛着もありますね、愛情もありますよね、その中にね、うん、はいはい、他には今持っているもので一番大切な家電製品。アワさん、リマさん、アワさん、どうぞ。アワさん、アワさん、マイクコンデンサー、マイクコンデンサー、はい、マイクコンデンサー、マイクコンデン、マイクですか？はい。マイクロフォン。はい。そうですか。これ何のために？仕事のため？趣味のため？趣味のため。趣味のためね。そうですか。どうし、う、歌を歌いますか？はい。歌うが好きです。あ、そうですか。ちょっといつかアワさんに歌ってもらいましょうね、この中でね。はい。それではディマスさん、どうぞ。あ、スマホです。スマホだよね、今ね、はい、もうスマホがなくなったらもう大変、生きてられないみたいな感じですかね。はい、はい、うん、他には他には、リマさん、カメラです。カメラ、お、カメラ、リノ。カメラが一番大切、はい、そうです。そうですか。はい、でもまだ、でももっと新しいカメラが欲しいんですね、リノは。そうです。そうですね、わかりました。はい、では、皆さん。まあ、私たちの身の回り、私たちの近くには本当にとてもとても大切な必要な家電製品、あるいは電気製品ですね、これがたくさんありますね、うん、でただやっぱり今もちろんスマホもある、コンピューターもあるね、それからマイクロフォンもある、そして、何、あの掃除機もあるし、洗濯機もあるし、冷蔵庫もあるけども、今まだない、今まだないんだけどできたらいいよねっていう家電製品、どうですか、皆さんありますか？まだないんですよ、この世の中に。ない、ドゥニアリニディダラムドゥニアリニブルマダヨブカンヤン、はい、アクスラリハといって私あのベスト電気で悪魔ウィンブリとブカン、そうじゃない、今まだこの世の中に、この世界にない、この世界にまだないもので、こんな夢の電気製品があったらいいなというもの、はい、リノさんどうぞ。
コデモドア。それは。じゃあね、それはね、ドラえもんに頼んでください。はい、ドラえもんに頼んで。ドラえもんに頼んで。リノ、リノ、リノさん。じゃあね、はい、ドラえもんに頼んで、ドラえもん。僕はどこでもドアが欲しいんだって言ってドラえもんがオッケー、じゃあリノ君どうぞって言ってどこでもドアをくれました。どこに行きたいの、はい、リノはどこへ行きたい、例えば東京です。あ、もうパーンと開けた東京タワーがドワーンとあるんですね。そうです、テレポートです。はい、そしたら飛行機に乗ればいいわけですね。はい、はい、あ、それでは他にはまだ世の中にないもので欲しい電気、はい、スラントさんとアウディさん、はい、スラントさんどうぞ。あの、動物言語翻訳者。動物翻訳だから、あと例えば犬がいて、犬がいて、はい、犬がいて、あの、クロ、お前は今何を考えてるんだい？はい、そうです、そうです。餌がもっと良くなってほしい、餌が欲しいよなって言って言ってくれる、なんかこの機械が欲しい。あ、それはいいかも。動物翻訳マシンですね。そうですね、はい。動物語だ。バハサビナタン。動物語翻訳マシン。お母さん書けますかね、大丈夫ですか。動物語翻訳マシン。あ、これは欲しいですね。とても欲しい。はい。特に何、どの動物、スラントさん。いろんな、いろんな。あと一番欲しいのは、ニワとかね、なんですか、ウルンは鳥、ね、あ、鳥ね、はい、あ、鳥がチュン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 って言うじゃないですか。ここの庭あんまり綺麗じゃないからもうちょっと綺麗にしてみたいな言ってるかもしれないですね。そうですか、はい、ありがとうございます。はい、他に今まだ世の中にない電気製品、欲しいもの。タウザンさん。タウザンさん、どうぞ。何が欲しい？三次元に入る機械が欲しいです。二次元。何に入る？二次元。二次元。二次元。二次元に入る機械が欲しいです。ああ、二次元に入るマシンですね。これはもうすごいハイテクになってきて、これはなかなか難しい、もっともっと先かもしれませんけれども、二次元に入っていく、違う世界に入っていくマシンが欲しいなとか、まあ言ってみれば例えばタイムマシンが欲しいなとかね、いろんなことになっていくと思いますが、これは動物翻訳マシンの方がもっと簡単かもしれないですね。はい、他には、はい、ハルザンさん、ありがとうございました。アウディさん、ディマさん。アウディさん、はい。アウディさん、どうぞ。私は同じのリノさんで、もしもボックス。ん？もしも、もしもボックス？はい、ドラえもんから電話が、もしは、お金が欲しいとか、と。あは。え、ドラえもんってもしもボックスって持ってるんですか？はい、もしボックス。もしボックス、先生知らない、ごめんなさい。もし、のび太は、のび太は、なんか、私はこの漫画欲しいと、とか、金が、に、願いとか。お小遣いが欲しいとかって言うと、はい、出てくるの、それが。漫画が欲しいって言うと、漫画がポンと出てくるの。あ、そうなんですか。もう何でもできちゃうんだね、ドラえもんってね。それが欲しい。ダメ。もうドラえもんが持ってるんだから今世の中にもうあるということ。ドラえもんプニャじゃですだだ。もうブトルブトル、このドニアにないもの。他にはディマスさんどうぞ。ディマス。一回アニメから見てました。その道具はトライアルカードです。だから何でも買うのができる。でも明日はそのものは絶対返さなきゃいけないからです。トライアルカード。はい。ファウザンさん後ろになんか社員の人が来てます。ファウザンさん後ろに。sepertinya sedang ada ya lagi ada kerjaan di sini. Jadi Dimas はカード、カルト、カルト、トライアルカルト。はい、トライアルカルト。で、トライアルカルトでギマナ。どうなの？
なんでも買うのができるでも明日はそのものは絶対返さなきゃいけないです。こういうことカルビあのディマスさんあのトライアルカルトになんかあの BMW ってあの車が、はい、車を買いますって言って車のお店行ってそれを買うことができます、はい、で、はい、1日乗って明日はその車も返さなきゃいけないってこと、はいはい、なるほどね。まあでもこれはカードですから家電製品ではありませんね。武漢エレクトリックですね。はいはい、OK。でも面白いですね。他にないですか？どんなものが欲しい？エルフィー先生。はい、エルフィーさんどうぞ。飛ぶ車とか、飛ぶバイク。飛ぶ車ね。はい。ジャカルタはすごく渋滞がひどいなので。はい、そうですね。あの飛ぶ車ってちょっともう少し進んでいますよね。少しずつ研究されてますが、はい、でもね、はい、エルフさん飛ぶ車ってもし上で車と車が交通事故になったら車が落ちてくるよ、やあの家の上に大変よ、これなかなか危ないかもしれないなと思いますが、はい、他にはないですか？大丈夫？じゃあどうですか、小川さんとかないですか？小川さんなんかずあの主婦の目から見て主婦ですか？主婦としてなんかこんなものがあったら嬉しいなっていうのないですか？主婦としてか、主婦としてだと主婦としてじゃなくてもいいです。主婦じゃなくても女としてでもいい、日本人としてでもいいし、そうそう掃除機は今ももうあれえもうありますロボット、ロボットね、あのルンバかな、ぐる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 ルンバがありますね。あのよく言われるのがですね、やっぱりあのお手伝いロボットが欲しいとかね、何でもやってくれるロボットが欲しいなっていうね。でもなんか先生はちょっとロボットが家にいるのはちょっと嫌かなという感じがしますね。それよりはなんかあの結構インターネットで欲しい電化製品って探すとよく出てくるのが主婦の意見でね、とにかく洗濯してで乾かしてジュムルですね、ジュムルして、はい、でそれを取り込んで、そしてアイロンをかけて、そして畳む、そしてそれをあの洋服ダンスの中に入れる、この全部のプロセス、5つのプロセス、洗う、乾かす、取り込む、アイロンをかける、畳む、そして洋服ダンスの中に入れる、6つのプロセス全部やってくれるのができたら嬉しいなって。スツジュの人、賛成の人、はい、賛成で、ね、それからもう一つ先生は欲しいのが、今とにかく毎日食べるでしょ、で日本人はとにかく朝ごはん昼ごはん晩ごはん全部料理が違うんですね。インドネシア人って結構一つとか二つ作って一日食べたりとかしますが、日本人毎回作るんです。だからすごく面倒でポッと使えるです。だから例えば何かボックスがあって、そのボックスの中にあのお米ブラスですね、お米入れて、そしてじゃがいも、玉ねぎ、人参、お肉、そしてブンブーを入れてチンしたらカレーが出てくるとかね、そういうのが欲しいなと思う。あのマイクロウェーブって温めるだけとかね、ちょっとある程度なんかしなきゃいけない、うん、あの切ったりとかしなきゃ、切らなくていい、じゃがいもそのまま入れちゃう、人参そのまま入れちゃう、ブラスはブラスのままお米、それでカレーが出てくるとかね。であの鶏肉そのまま入れるとチンしたら焼き鳥になって出てくるとかね、そういうのができたらすごく便利だなとちょっと先生は思いますね。はい、で、あの、はい、あとは立体テレビってわかりますか？テレビありますね、はい、今ね、テレビすごくかっこよくなりましたよね、昔から比べるとね、はい、ダリジャマンドゥル、あの文徳にはかっこいい番があったや、タピブルマーダや、なんかテレビ何 3D というかムノンジョール、なんかムノンジョールのテレビ、はいはい、ムノジョルンテレビがまだ出てこないかな。あ、ありましたです。もうありました。ありました。で、はい、そうです。ムノジョルあるの？でも、あの、眼鏡かけないといけないんで、はい、直接テレビはできないんですよ、人間的にも。そうそう、これは昔からあるのよ。私が、先生が若い時からあるである、これはね。
これはあの映画とかありますが、これをしなくてもボーンと出てくる。でも怖くない？それってちょっと怖いよね。怖いです怖いですよね。だからあのこういう立体テレビができ、立体というのはあのなんかあのムノンジョールですね、立体というのはあのですか、立体テレビは出てきてほしいけど、ちょっとできる、できても先生は買わないかな、ちょっと怖い、なんとなく怖いと思いますね。であとはこれどうなんでしょう、自動翻訳機、自動翻訳機でもリアルタイム、うん、リアルタイム、はい、あの最近はこう入れてそしてポーンとやるとあの翻訳してくれるけど、例えばこう喋ってる時にすだちゃんなんかリアルタイムで翻訳してくれ、はい、これはすごく欲しいなっていう感じですね。うん、今、うん、今もありますどうぞ。ありましたよ先生、うん、リアルタイムですか、リアルタイム、リアルタイムじゃなくてあとマカニャ、マカニャリアルタイムが欲しいの今は、リマスさんどうぞ。 ありませんの方がいいです。いや、はい、リマスさんどうぞ。どうして？ありません、うん、ありませんの方がいいです。ない、いやだってないの方がいいです、うん、だってそれがあるなら私は無職になります。今ディマスさん仕事は何ですか？あ、トランスラート、トランスラートです、はい。まあでもね、でもみんなどう思う、でもどう思う、あのもちろんね、ディマスさん先生も同じよ、先生も同じ、もし自動翻訳機ができたら語学の先生は失業します。それは、はい、あの仕事がなくなりますね。語学の先生も仕事がなくなります。それは本当そうなんですよ。通訳者も仕事がなくなる、翻訳家ね、翻訳家も仕事がなくなる。でなんとなくこの世界、世の中というのは言葉が違うから面白いということもありますよね。どう？言葉が違って分かりにくいなんて、一生懸命言葉を勉強するということがなんか人間らしい。どう、スラントさんどう思う？どう？そうですね、何ですか、頭が回っては本当は大切ですね、うん、でそうですね、はい、あの何ですか、前と文章、文章と最後の文章は時々、うん、あの何ですか、うん、全然違うことになってしまうね。そうですね、だからやっぱりあの人間と人間が話すわけですから、やっぱり人間らしいためにやっぱり外国人同士が話すんだったら言葉が違った方がいい。そしてあの自動翻訳機というのはトランスレートリアルタイムってなんかじゃり世の中が簡単すぎる、簡単すぎるってのはなんか面白くないのかなと言って。でも何ですか、sepertinya tinggal、はい、tinggal masalah waktu saja sensei。makanya makanya 先生もすだこんなリハリアルタイムは無理ですよ。うん、そうなんだ。なぜかというと私の研究でそういうやあの作ってみたんですけど、やっぱり1秒ぐらいはあの隙間があるんですよ。うん。なぜかというとあの例えばインドネシア語と日本語の文法が違うから逆に逆じゃないですか。うん、だからそれはやっぱり無理だと思います。さっきスラントさんが言いましたね。うん、そうですね、うん。さっきスラントさんが言ったように、うん、あのだからそれはどうしてもありますから。だから今はリアルタイムじゃないのはもうできてますが、やっぱりどうしてもリアルタイムで欲しいというのはなかなか難しいし、もう一つ本当にあった方がいいのかどうかというのも問題ですね。あの人間の世界ではね。うん、はい。OK。それでは皆さん、ちょっと写真を見ていきましょう。実はですね、ちょっと写真まだです。いいですか？実は日本語の中で面白い言葉があります。三種の神器。まあ、神器とも言うんですが、三種の神器。これ、小川さん、漢字で書いていただけたらいいと、嬉しいと思うんですが、あの、三つの神様からもらった機械という意味なんですね。で、これは昔から例えば先生のお母さんの時代からまだなかったけどすごく新しくできてきてみんなが欲しがっているものという意味なんですね。とても貴重なもの、バランヤンブルハルガ、これを三種の神器、あたう神器とも読める、どっちでも大丈夫ですね。三種の神器と言いますね。でこれをちょっと見てみましょう、写真でいいですか。日本人にとっての歴史が分かります、はい、これ
1950年代、1950年代は一番右は何ですか皆さん。洗濯機。右。あ、テレビ。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 右。冷蔵庫。冷蔵庫。真ん中は真ん中。洗濯機。洗濯機。はい。洗濯機。はい。そして、左の上。テレビ。テレビ。テレビ。はい。いいですか？このテレビと洗濯機と冷蔵庫が1950年代。まあ、先生が生まれた頃です。はい、先生が生まれた頃は、これがみんなとても夢の、すごい、これ欲しいって言われてた。できたばかりです。まだね。できたばかりのものでした、うん、でそれにプラスされたのが掃除機です。このテレビの下にあるのが掃除機。昔はすごく大きい掃除機だったんですね。今小川さんの家にあるのは今はこの形じゃない、後で見ますね。あのこのちょっと変わったか、可愛い感じですね。これ1950年代です。どうです、見たことありますか、この洗濯機。見たことある、スプデビに皆さん洗濯、こんな洗濯機見たことある、どう、どうエルフィさん、プルナ、エルフィアンプルなんか、マサやね、マサだよね。うん、でマシムラです。はい、オッケー。で、次ちょっと見てみましょう。次の写真、面白いですね。はい。次の写真。はい。これね、いいですか？夢の C と書いてあります。C です。ですか？昔からみんなが欲しいな、いいなと思っていたのは、だいたい C がつく。言葉に。英語の。うん、ね。はい。左の上はカーですね。うん、左の下は、コンピューター。コンピューター。コンピューター。はい。コンピューターの隣。コンピューターの隣。エアコン。エアコン。これはね、日本語でクーラーとかって言ってました。クーラーね。で、その茶色いクーラーの隣の白い長いのも、これもクーラーです。窓につけていましたね。窓につけて、昔ですよこれね。で、そしてその上と下にあるのが、これがカメラ、それからビデオカメラ。ビデオカメラ、こんな大きいのを旅行に持って行ってたんです、毎回みんな。また、ね、テープ使いますね、テープ。あ、そうですね。で、今はみんななんかもうスマホで大丈夫でしょ、写真も、それからビデオもね。だから全然時代が変わってきました。で、これは夢の C。カー、コンピューター、クーラー、カメラみたいな感じですね。はい。で、じゃあ次の写真を見てみましょう。はい。はい。さあ、アウディさん。はい、アウディさん。アウディさんは最初にテレビを見たときどれでしたか？ノーモールブラッパー。私はちょっと。はい、どうやんま。3、4、5。はい。OK。では、小川さんに聞きましょう。小川さん、どれからですか？うちにあったのは3ぐらいかな。でも、おばあちゃんちは2。2ね。そうですよね。はい。あの、はい、そうですね。あの、これは、先生は全部わかります。1も2も3も4も5も。あの1は本当におばあちゃんの家でしたね。で、2は先生の家の2番目のテレビです。で、3は先生が東京で一人暮らしをした時、先生が一人暮らしを東京でした時、3の色も同じです。赤いこんな小さいテレビです。白黒でしたね。はい、では次の見てみましょうか。先生、あの、はいよ、どうぞ。赤いのテレビはその年赤いテレビは、うん、赤いテレビ、これとナショナルじゃないんですかね、これ。ナショナルじゃないですか。パナコラだけで、ね、でも。パナって書いてあると、東芝？パナって書いてあると普通はパナソニックですけど。パナソニックです。はい、私があの時は、はい、私見た古いテレビは東芝、名前は。まああの昔からね、パナソニックも東芝もあのありましたからね。だからいろんなのがあったと思います、ね。はい、そうです。シャープもあります。はい、シャープもね。はい。じゃあ次行きましょう。次の写真です。これも。さあ、皆さん。さあ。
さあどうしましょう。じゃあスラントさん、はい、スラントさんどれから、どれからですか、スラントさんはどれを知っていますか。全部全部全部知っています、はい、全部。あの 1はレコードは使っていましたか、スラントさん。そうです、若い時。そうです、使っていましたか。あのこれは何ですか、あプレート、プレート使うんですね。そうですね、プレートを使ったやつですよね、うん、はい、先生もこれずっと使ってましたよ、はい、あのこの、ね、ナンバー 3番も、うん、持ってましたその時。ウォークマン、はい、そう、もう若い人たちがみんな欲しがったウォークマンですね、うん、世界のウォークマンです、はい、1番がレコードですね。で2番でカセットテープが出てきました、うん、でカセットテープとこれはラジオが聞けるんですね、2番はね。で3番はウォークマンといっても持ち運びができる携帯用のオーディオですね、ラジオとカセットテープが来ます。で4番は CD が出てきましたね、 CD というレコードがだんだんなくなってきました。 CD がうちで聴けるのと、そして持って歩けるものね、あのディスクマンという名前になりました。でこの6番は先生見たことがないですが、6番はレコードと CD とカセットとラジオが聴ける機械ですね。一つそのあたりですねはい、すごいですね、うん、そして7番が MDMD ってなんかこうメモリーカードみたいなものを入れて、これがデータなんですね。MD ウォークマン。そう、MD ウォークマンね。そうか、アウディさん持ってましたか昔。昔は私は3番です。昔は昔ウォークマンですね。はい。そして、8番のこれは MP3 になって、今はスマホに何でも入ってますね。スマホに何でも入ってるということですね。はい。で、じゃあ最後にもう1枚だけ見て。え、どれどれ、それ何、MP3? はい、MP3、ね、まだ持ってるんですね、はい。で、最後のこれです。形がすごく変わったもの、うん、形が変わりました。はい、左が掃除機、はい、この掃除機、上の掃除機は先生のうち、まあ、お父さんお母さんのうちにありましたな、この掃除機。で、今小川さんのうちにあるのがその下の、日本人はよくルンバというふうに言ってますけれどもね、あの部屋の中ぐる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 回っていくね、かわいいですね、ちょっとね、はい。そして右側が電話。この電話、うちにあった人、ドゥル電話やんひたむアダティルマっていう人、アダンが。あ、みんな、え、スモア？アンペルスモア先生。アンペルスモア、あ、そうですか。スカランボカンカン、ディマスタンギダ。1980はまだその電話が使います。今はすべてはスマホです。すべてスマホですね。すべてスマホです。はい、そうですね。すごくね、昔先生はこの黒い電話が先生の家に来たのは、先生が小学校4年生の時、S でウンパートです。すごく嬉しかった。ものすごくすごく嬉しかったですね。でもこの電話がこのスマホの形になるとは誰も考えなかったですね。誰も考えなかったし、もうサマスカリティダティダダオランヤンピケルってもんじゃで、スマホスプートブリです電話がね。だからこれからもっと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 もっ と, もっとあのハイテクノロジーなね、あの電気製品が、家電製品が出てくるかと思いますが、みんなで夢を見ていきましょう、たくさん夢を見ていきましょうということで、今日の夢の家電製品ね、バランエレクトロニックインピアンのテーマは今日はここまでです。ありがとうございました。そしてダニエルさんからお知らせがあります。まず来週はダニエルさん、来週のトーク、はい、はい、パニックですか、はい、来週の、いいえ、来週のトピックはフリートピックだ。フリートピックです。はい。はい、フリートピックですか、はい、皆さん。皆さんの周りにあったことを考えて、はい、これみんなと話したいというトピックを探してきてください。でもちろん、前回と前々回の、トライアルクラスで、引きこもりと、それから男の人と女の人の仕事のチャンスはどうして違うんですかっていう、はい、こういうのもちょっと話していきましょうね、ディスカッションテーブルでね。うん、ということで。なぜ、女は、女の仕事は、やっぱ日本にありませんです。
小鳥さんの質問。そう。男の人と女の人のね、はい、仕事のギャップがありますね。お寿司屋さん、どうして主食にならないですか、はい、そうです。はい、で、もう一つ、ダニエルさんからどうぞ。あ、はい。Jadi ada satu pemberitahuan dari JCC. Jadi seperti yang teman-teman minggu lalu sempat dengar kalau ada rencana mau ada grup WA pre-program JCC seperti itu. Dan itu kita sedang proses dan akhirnya sudah oke, ada seperti itu ya. Nanti bagi teman-teman yang sudah yang minggu lalu sudah dikabarkan akan menerima WA undangannya. Bagi yang belum, tunggu dulu ya, nanti karena ada proses-prosesnya seperti itu. Jadi bagi yang kemarin sudah bilang oke, nanti akan ada undangan WA-nya langsung ke jalur pribadi ke WA teman-teman. Hai. ということです。よろしくお願いします、先生。はい、お待ちになってくださいね。はい、今日多分ですね。はい、今日か明日あのワジさんからあのインフォメーションが行くと思いますので、どうあのね、タピブルムダタンの人はトゥングーやリハトゥイティアンプロセスエンブリックとかね。ということで、はい、今日のジャカルタコミュニケーションクラブディスカッションテーブルここまでです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。さよなら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 。